仙台の十国寺で何やらフェスみたいなことをやるみたい。触れたことのないジャンルの新たな出会いがありそう。本堂で開催するジャズ、歌、民族音楽、即興コメディ。アーティストは仙台、東京、札幌、鎌倉、神戸、滋賀、さまざまな場所から集まります。11時から演奏するのはソニド・デルビエント。日本人の魂に響く歌声。異国情緒漂うサウンドの中に東北の民謡がミックスされ、とてつもなく日本を感じる。こんな奏者が仙台にはいます。十国寺の本堂にどんな風に響くだろう。午後1時からのパフォーマンスはロクディムから。知的派片寄博士となぜか女役がハマる小田敦。百戦錬磨の経験をしているこのプロのパフォーマー2名は感動や奇跡すら引き寄せる力がある。即興芝居という緊張感の中でドカンドカンと笑いが起きるか、こうご期待。初めて歌声を聞いた時にわけもなく泣きたくなった。その後なぜか爽やかな風に吹かれるような開放感、木原あゆ子という歌い手の持つ魅力、そしてピアニスト日吉直之、ジャズの即興とはまた異なるインプロビゼーション、しかし不思議と聴き手を置き去りにはしない懐かしさで包み込む不思議な魅力の星船、どんな幸せな感覚をくれるだろうか。最後はなゆきさちよトリオ。海野雄太は超フットワーク軽い系ベーシスト、行動力と頭の回転の速さが武器。明るいダークサイドなゆきさちよは顔で笑って心で歌えるサックス奏者。ピアノは谷川健作。数々の経歴がすごいのに永遠のやんちゃ坊主とキャッチコピーをつけました。今回札幌で出会ってしまったすごいドラムのつゆぽんと、仙台から才能と努力の逸材トランペットキクちゃんが加わります。そんな自慢のメンバーはどこまでも自由に音楽を広げてくれる。だから最高のステージが待っているのは間違いない。10月8日は仙台新坂町に来て心ほぐれる感性に響くテラフェスを一緒に楽しみましょう。ご来場お待ちしています。